どうも、バンです。昨日に引き続いて6号機持ってきました。昨日ね、胴体がね、割れてるというね、トラブルが発生しましたんでね、それをね、修理してきました。このように自作ラジコン飛行機、自分で作ったラジコン飛行機っていうのはね、簡単にね、直すことができるんですね。それも自作ラジコン飛行機のいいところです。それでは準備していきます。はい、どうもです。水上タキシングですね。水上のね、コントロールがね、非常に課題、大きな課題ですね。このエルロンですね。このエルロンで、水上を、コントロールするようにというふうに思ってるんですけど、これがうまくいかないですね。やっぱり、ラダーですね。後ろに舵を、設けて水中をね、コントロールするようにした方がいいのかもしれないですね。またその辺はね、ちょっと出直してこようというふうに思います。はい、ます。バッテリー2本目どうしようかなと思って今確認したところですね、ラダーとエレベーターがね効かないですね。ここですね、ここが効かないんですよ。エルロンは効くんですね。ラダーが全然効かないです。はい、本日以上となりますね。まあ多分サーボの浸水、だというふうに考えられますね。やっぱりあそこにサーボがあるっていうのもちょっと課題ですね。やっぱりどうしてもそこをね、浸水してしまう感じになりますね。なのでちょっとサーボのねメンテナンス性もあそこだと悪いですね。グルーガンでね、止めてしまったりとかしてるんでね。なのでサーボをねやっぱここら辺に持ってできてっていう風な形がいいですね。で、このメカ類はなるべく濡れないようにという風なね、構造に変えた方がいいということが分かってきました。まあ、長らく続いている6号機の実験ですけども、まだまだ続くということになります。以上です。ではでは。